超ン,ンコウは、日本の女性お笑いコンビ。所属事務所は、オスカープロモーション所属フリーを経て、2020年1月から、ラフィーネプロモーション所属。ヒーハストン拠解散後、活動休止期間を挟んで、オスカープロモーションに移籍。ヒー曰く、オスカーの女芸人の中に、下ネタを話すヤバいやばい奴がいるけど、組んだら楽しいかもと思ってヒーから誘って2014年6月頃に、 結成。2017年12月18日開催の事務所、ライブ、オスカーチャンピオンシップ2017で、初の年間優勝を果たす。2019年5月、事務所のお笑い部門閉鎖に伴い退社し、フリーとなる。2020年1月から、ラフィーネプロモーション所属となる。ネタは、漫才のほかコントも演じている。純子曰く、 台本ネタだとあまり受けないので、型にはまらない漫才ということで、アドリブや毒舌トークで暴走することもあり、非破損な純子を止める役割だとも話している。純子は、時間が、長めの漫才が得意と話している。ネタの前に、私、黒くてでかい方がひーちゃんで、中途半端なおデブの、純子バナンバン、やかましいわ、と、主に挨拶をしている。 ネタ中にも純子は頻繁にやかましいわというセリフを発している。モノマネを織り交ぜた漫才を披露することもあり、ヒーハリリコ、大林元子などのモノマネを行っている。一方、純子には泉ピン子などのモノマネネタがあり、他に二人一緒に高田組のモノマネを演じるなどがある。2015年9月10日放送、お願い。ランキングの クリカンのスパルトモノマネ塾コーナーに出演した時に、クリタカ一に漫才の中にモノマネを織り込めとアドバイスされたことがあった。ヒーノスットン巨時代の出演については、スットン巨出演の節を参照。ありがとうございます。